そこで寝るんだったら隣でもう寝ないよ。いや私決めた。なんかちょっと自慢が多いからじゃないって。私この前だからびっくりしたの。コーヒー飲んでただけで自慢してるよねって言われちゃったから。やばくないそれ。あもうなんか私が何言ってもそうなっちゃうんだよ。言われたんだもん実際にコメントで。自慢してますよね、この時間にコーヒー飲んでんの自慢してますよね。だからあ私マジで、だから私なんかその気ないけど、私なんか自慢してる気ないけど、なんか自分でなんかそういうこと言っちゃってんのかなって思ったけど、そのコメント見た瞬間にあ違うわ、違う、私が何しても許せないんだこの人って。眉か眉以外かそれだけ。ありがとうございます。あーありがとう、特命さんありがとう、なっちゃんもありがとうございます。いやスタバじゃないよ、普通にスーパーの安いやつ、1リットル70円の。結局だから違うんだなって、私自慢してないんだなってちゃんと自覚できた、そのコメント読んで。探してる探してる。私ほんとびっくりしたのが、もう私がちょっと言ったらまたゼロワンの揚げ足取りしたみたいな、またそういうこと言うから、まあ、そういうこと言って喧嘩になってとか、あまた一言余計みたいな。しかも絶対にこれ一言余計じゃなかったタイミングでも、あまた言ったみたいな。もうずっともう待ってるの、これ携帯をこれ持って、あまた痛まゆがいた、あまたまゆがいた、もうずっとなんか待機してるよね。そうなんかまゆがなんか余計なこと言ってるんじゃないか。私本当に私も性格的に自慢とかしたくないし、そういうの私そういうキャラじゃないけどな、もう本当いるんだよね。だから私でもね、これでもなんつうんだろうな、アンチコメはただ妬みだから。でも妬みって、うん、いやでも実際にまあそれがそれもあるけど、自分も本当に悪いケースあるんだよ。去年とか眉に妬む人いないだろう、ほらもうこういうのとかそうなんだけど、なんか、まあ、去年とかなんか炎上したら面白いかなって思ってちょっとね大げさにやってたことあったんだよ。でもやっぱりその時の配信は閲覧が多くて面白くても、やっぱりね自分にマイナスだったなって思った。それ学んだんだよね。うっ、なんでね、山崎賢人でも、いや私いや妬みとか自分から言ってなくね、あのコメントの読んだだけなのに、ね、やばいんだってマジで。このコメント読んだだけでもこうなっちゃうんだって。ほんとそんなつもりないからね。へえ、私マジでそんなつもりないんだけどね。自慢が多い。例えば、じゃあ私何の自慢した？え、マジで言ってみてよ。じゃあ私何の自慢した？動画見たらとかじゃなくてコメントで言って。私すごくモテててとかさ、私キャバクラでナンバーワンでとか、私こういうの持ってますとか、やったことないよ。あゼロワンと付き合ったのが羨ましいってこと？いやマジでないけどね。あこまりちゃんありがとうね。ん？吉行川西に何か買わせたやつ？え買わせたことを買わせたことっていうか、それ私別に自慢してないじゃん。じゃあそれ妬みじゃん。じゃあ結局それ妬みじゃん。吉行さん何を言ってるの？ねえゼロワン隣で寝なよ。ねえ。やべえな、酒なくなっちまったよ。いや
私マジでそんなつもりないからね、自分をあげるような、わかんない自慢しない自慢、それガチで言ってるの？自慢しない自慢ってそれガチで言ってるの？いやマジでわからん、やばくない？言ってるやつら、ハニー自慢もすごい？嘘でしょ。だって自分が可愛いって思ってるね、犬もね可愛いって思ったら自慢、ハニーちゃん可愛いさ自慢だって。可愛いねこれ、タレチ自慢。私これね今でも、まあでもね分かる、あのね一人の時はそんなことマジで言われなかったから、付き合って言われたってことは、まあ、それぐらいゼロファンかモテるんだろうなってことだね、きっとそういうことだよ、ゼロワンがモテるんだろう。でも私これでもさ、じゃあリスナーさんこれ聞くけど、あの私ゼロワンの歴代のあの彼女の中でこれでもね叩かれてない方だと思う。それ思わない、うん、だから私はね思ってほしい。結局ゼロワンってさ女作るじゃん、結局作るわけよ。その中では私ってマシでしょ、ねえ、その中では マシじゃない私って。ゼロワンの付き合った中でゼロワンのこと好きだけどね、ゼロワンと付き合う女許せない。でもその中で私ってマシじゃないかなだってクリちゃんとかめちゃくちゃ叩かれてたじゃん。いや、コマリちゃんはマユ最高とか言ってくれてるけど、そのマユのことゼロワンも好きでマユも好きでっていう意見とかじゃなくて、そのゼロワンが付き合った中でその付き合う、あのゼロワンが好きででも付き合う女みんな許せないっていう、その中ではマシじゃない。女売ってないから、どっちかっていうと私だって女リスナー多いからねそれなんでかってやっぱ女売りにしてないじゃん。結局でもね分かったことが一つあるな。あ、これもマウント嘘でしょ、もう何も言えなくなっちゃうじゃんか。で、あとこれも一つ言うわね、マユはゼニゲバでマユにお金を使いたくないとかね言う人いるじゃん。言っとくけど私ゼロワンって彼女作るとまあその配信者なの、私結構配信能だから全部配信でお金を自炊とかさ、で自炊でね1週間1万円生活とかやってるわけだから、トータルで言うと私めちゃくちゃコスパいい女なんだよ。それみんな気づいてないけど、私外食だって今日初めてね、皆さん聞いて、今日私外食初めてだからね、コスパめちゃくちゃいいんだよ。コスパ良くて配信もあれ、あれね、ナイス人形も やってさ、めちゃくちゃコスパいい女なんだよって、それちょっと分かってほしいけどね。ナイス。自家自産こういうのはあっち行こうかな、あっちのルーム行こうかな、あっちのルーム行こうかな。ゼロワン寝たし、隣で出かけるとき自分の財布で。ちなみに言っとくけど、前のお金で買い物もしてるからね。
それ自分が言ってないだけで、多分ちょっとダサいって思われたくないのか知らんけど、言ってないだけでね。ラーメンでああだこうだ言われるの、え、なんだっけ、ラーメンでああだこうだ言われるの。ありがとう。ちょっと待ってね。なんかツナちゃんがね、明日またツナちゃんとねカラオケ行きたいね。楽しかったな。ツナちゃんね選曲がいいんだよな。いやわかんない、ツナちゃんあのこのゼロワンハウスに来てくれるらしい。カラオケいいけど酒飲まない。カラオケのお酒は飲みたくない。カラオケのお酒はマジでやばいな。てかさ、私この前カラオケってかさ、私本当に今までカラオケのお酒本当失敗したことが多かったから、ビール飲んだんだけどね、この前なんであんな割り酔いしたんだろう。え、じゃあさ、言ってるやついる？いや、いるよ、めちゃくちゃいるじゃん、ここに。今ね、いびきかいて寝てる。で、6時に起こしてって言われたかな。多分フック好きだよ。なんか荒れてきちゃった。眉好き。あ、嬉しい、たくさん、あ、嬉しいです。好き、なんだかんだのアンケートしてよ。私絶対やっぱり多いと思うよ。めいちゃん、あ、嬉しいです。これ少ない。めいちゃん一回自分のダメなとこ2個言ってみて。悪いところは0か100でしょ。てかね、いっぱいあるよ。おもろいから好き、ありがとう。前のどこか誰に勝ってるの、詳しくって。ちょっと 女の人とか女性が味方でいてくれるのめっちゃ。だからね、去年はさ、去年はね、やっぱり味方がいなかったの。だからやっぱ別れてたっていうのはあったけど、でもやっぱり自分の味方がね増えてきて、だんだんだからね、リスナーさんのおかげなんだよね、マジで。またその話、いや、なんか酔っちゃうと、なんか本当に違うんで、去年と、去年よりコメントも違ってきた。私なんか去年とかわざと性格が盛り上がればいいやって思ってた。いや、でもね、去年はね、眉が悪いんだよ。本当に眉が悪いんだよ。だって嫌われても仕方ない。うん。で、私今なんか今日ハッピーじゃん。ハッピーなんだよ。今日はハッピーだから、なんかだから分かった。ストレスが溜まってる時を割り酔いしちゃうんだな。去年のが面白かったけどなって。いや、そうだよ。面白いでやればそうだけど、でも女ってやっぱダメなんだよ。うん、でも本当に嫌われすぎちゃって味方がいなくて別れちゃってたけど、今は味方が多いから。あ、でもこれは自慢かな。あ、これは本当に自慢。これ自慢だわ。好きでいてくれるマイリスさんがこんなにいるのはマジ自慢。自慢です。いいでしょ、自慢ですよ。え、なんか自慢、いや、これは自慢だな。これマジ自慢。嬉しいもんだ。電話は やりません。もう寝かせるから。もう私もう12時になったら起こすのやめた。もう起こすじゃないと、もう7月歩けないよ。でも結局こうやって荒れるじゃん、コメント荒れるじゃん。このさっきさ TikTok やってたじゃん。
やっぱさ、ふわっちの方が面白いよね。やっぱね、TikTok ちょっとなんかね、向いてないな。なんかさ、アンチ叩かれるの本当に無理みたいな。本当に無理で、だからツイキャス配信者とかは TikTok 向いてるんだろうなって思った。クリよりも沸かして読んだね。クリちゃんって多分ガチで全力だったから、こうドラマ感がすごいあったじゃん。しかもそれでさ、1年半付き合ってた。クリちゃんはマジすごいな。クリちゃんのモノマネやって、じゃあファンタスティック来たらやりますと。しょうがないじゃん。わざとらしいっていうか、似てるんだもん、ジェロワンとマイは。鼻から煙出して。ツナちゃん似てない今の顔。ツナちゃん明日会うから。ツナちゃんと癒される、マジで癒される。でツナちゃんにご飯作っても全部美味しい美味しいって言ってくれるんだよ。でもゼロワンってまあなんか、うん、まあまあだね。まあ美味しかったら美味しいって言うけど、まあ微妙微妙、まあ、あ、しかもね、ちょっとどちゃんいる、どちゃん、どかちゃんいる、どかちゃんいたらコメントしてください。すげえムカつくこと言われたんだよね。どかちゃんいなかった。ワンワンとマユは、マユ子さんリスナーいるよ。子さんリスナーいるんだけど、まあ匿名だね、匿名。でもいいの、それでいいんだよ。だってやっぱなんかいいよ、叩かれちゃうから傷ついてほしくないんだよね。だから私別にいいの、なんか私が傷ついてもいいんだよ、マユが傷ついてもいいんだけど、マユが傷ついたことによってリスナーが100、マユよりもすごい傷ついちゃうから、それが嫌かな、うん、唐揚げの味付け簡単だよ。醤油、みりん、お酒、ごま油、砂糖多め。しわりってなんかなえるじゃん、しわってしたいよね、うん。あ、前ね、唐揚げは砂糖多めなのが味噌。みりん、砂糖なんか入れない。私は入れるの。あ、ごめん、生姜とニンニクも入れる。マヨは入れるな。え、砂糖ね、多めに入れる。餃子は、餃子はね、でもよくない？結局それ作ってまずいって言われたことないんだもん、美味しい。あ、やばい、忘れてた。料理の話になると湧いちゃうんだわ。もうすいません、あのもう料理の話になるとね、これ違う、あれ違うって言われちゃうから。だってさ、正解でないじゃん料理って。そう思わない？正解なんてないんだから。でもそれでも美味しいって言われたから、それでいいじゃん。でもあなたが入れない、あなたがそれ入れないんだったら、それおしっしだよね。いけも笑ってもよろしく、あ、ドア閉めれない、クーラーがないから。うち前の顔のが良かった。もうブロックね、もうそれはもう許せないから。え、前今日はハッピーなんだよ。分かったよ。じゃあ来た方がいいかな。もう酒飲んで、例えばすごい失態を犯したね、ね、グーパンしたとかさ、なんかやらかしたらわかるけど、何もしてないじゃん。それでも飲むのやめろやめろって言われちゃって、今してないじゃん。いや、この前のはすごい反省してるよ、マジで反省してるから。今なんか私失態を犯した、なんか私が今なんか失態を犯して、もうやめな、もう飲むのやめな、やめなって言われるの分かるの、分かります。でもしてないのに関わらず、で私が、ね、酒飲んで今犬っていうワードもちょっとね、うん、私まだ、だって全然少しだよ。え、こんなの少しだよ。例
例えば私がボトル1本開けたらね、あわ飲んだなとか、でもボトル1本も開けてないっていうか、で私今練習してるの。この前もね、私酒飲んで配信したんだけど、結局酔っ払わずに綺麗にフィニッシュして終わったわけよ。で私それを今ね練習してるんだって。本当にちょっと本当にそうなの。前の先ほど2024年の時酔っ払いのおじさん見てる、すごくす私、ね、今練習させてじゃないと私一生できないから酒立つ。私の言いたいことわかるかな。ずっと前最強って言ってくる。だから私これ酒立つじゃないからね、それ分かってほしい。じゃないと私一口酒飲んだだけでもうやめろやめろって言われちゃうから。だってこの前私失態してないからね。確か3日前かな酒飲んだの。ポンヌさん今訓練中、失態を犯さずに配信を切って綺麗に終われるかっていう。でもさすがに私もうこれで終わり。今日はもうこれで終わりだから、うん、これはもう今日でこれで分かった。ハート花火ありがとうございます。あー、伊さんありがとう。お酒好きなんだね。ありがとうございます。ラブだよ。